どうも、海作です。どうも、トジです。トモです。ヤサギです。さあ、今日はゲーム部屋でね、はい、満を持してと言いますか、はい、まあ今まで結構やってきました、なんとか。はい、なかなかカジサックがね、ちょっといい結果を残せていません。はい、まあ正直ね、トンボと二人でデュオをやった時はちょっといいとこ見せれたかなぐらいだったんですけども、ね、今回こそは、はい、私カジサックビクロイ目指していきます、はい、まあこれ当時は知ってると思うけど、うん、パパ家でめちゃくちゃ練習してるよね。してる。もう毎日やってるんですよ、本当に。うん、なるほど。もう最近毎日最低2時間はやってます。すごいっすよね。それこそね、カジサックの楽屋のアプリそうで、カジサックのね、うん、投稿見てますけれども、はいはいはい、何度かちょっとビクロイも撮ってるところをそうなんですよ、アップしてますもんね。今もう店舗的に言ったら2日に1回はビクロイしてるんですよ、僕。すごいよこれ。だからちょっとほんまに今日こそはいいところ見せたい。はい、まあいいところ見せてほしいところなんですけども。なんでそんなことだよお前なんかプロゲーマーみたいな立ち位置やめろやいや、うまいけどな。まあうまいけどうまいけど、まあでも、まあ、頑張ってほしいなっていう。なんで上からやねん。まあとにかく、はい、ちょっと本当の本気で、はい、ちょっと真剣すぎて口数少なくなるかもしれませんが、それは僕らカバーしますので、マジでビクロイ目指していきますんで、はい、お願いします。お願いします。始まるよ。さあやっていきたいんですけど、あれ？これちなみにカッコ変わってるでしょ？変わってる。これですね、よりカジサックに近づけるために変えようかなと思ってたんですけど、うん、当時が、うん、パパいいの入ったよっつって、うん、これ絶対カジサックに近いよっつって選んでくれたの。いやすげえかっこよくなってるやん、前より。結構かっこいいでしょ、うん、カジサックもこっちにしたらいいんじゃないですか。どういうこと？俺これにカジサックで胸張ってやるってそうですそうです。あんな黒い顔して顔常に見えてない状態で、そうそうそう、もうラファさんの弟やろほんまに2代目ラファエルやね。2代目ラファエルですね。探してるみたいです、ラファエルさん。2代目の進化。そうですね。そう、とにかく当時が選んでくれてありがとうね、ほんとに。いや、ちょっとこれかっこいいわ。そうなの、変わったということで、じゃあ早速行きましょうか。さあ、どうなる？次、行ってみよう。さあ、来た。はい、来ました。これはもう相変わらず、僕すいません、皆さん。もう飽きてるかもしれないですけど、ミスティっていう赤の家で。ミスティですね。もう僕、完全にここをもうマップ覚えてるんで。ああ、なるほど。はい。そろそろさ、うん、違う街にも行ってみたの。もう当時自宅でいっぱい言うやん、それ分かってんだよ、当時。ただ飽きてこない。パパのまずの目標は、うん、このゲームチャンネルでビクロイをすることだから、うんうん、それが終わったら全然違う街行こう、うん、一緒に。分かった。家でね、しょっちゅう当時ともデュオやってるんですけど、うん、そこでも当時がいつももう違うとこ行こう、違うとこ行こう。なるほど。そう言うんですけどね。まずはね、慣れたところから、うん、これ傘も当時が選んでくれた。あ、かっこええやな。うん、赤いから。ちょっと待って、緊張しが手汗がやばいすいません、このコントロールの位置ダサいと思ってるかもしれないですけど、これが一番やばいすいません。あとね、パパがコントローラーやった後びっちゃびちゃだから、すごいなんか、うん、ヌルヌルしてる。お前人のこと言うなよお前もやないか。これね、この間視聴者さん教えてくれてん、うん、当時教えてくれないと、この青いとこに合わせたらすごい早くね削れるんですよ。うん、ああなるほどね。そう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 、こう青いとかね、うんうんうん、これ俺コメント欄で見て習ったんですよ、うん、やば、当時運ついてないな、これついてるんだよね。いやいやいや、違う違う、宝箱あるじゃん、いつもこう2つ。あーなかった。今シーズンからランダムになったっぽいんだよ。そう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 、そうなの。もう好きな武器と好きじゃない武器は僕も取ったり取らなかったりするんで、はい、やっぱり得意武器で作った方がいいんですよね、うん、ちなみに当時はポンプショットガンが大好きで、うん、大好きですね、うん、僕は今ポンプ、もう工事があまりにも使えいるね、しかも。もう見て、もうルートが決まってるから。俺決まってますね。手際いいでしょ。ポーションいいの使わなくて。どこポーション。今いいです。これこれ、僕は今いいです。今いいんだ。はい、俺なんてもうポーション出たらすぐ使いたくなりますわ。もうここで使います、とりあえず。あ、ここでね。はい、ちょっと隠れて。はいはい。でもなんとなくですけど、うん、やってきます。すいませんもうガチでやるから。そうですね。いや、もう明らかに動き変わってますね。動き変わってるでしょ。うん、これはやっぱ成果出てるな。出てるよ、これ毎日やってんだもん、うん、最低2時間やってるから。すごいよな、カジサックのそういうところ。もう一回ハマるとダメなんですよ、うん、っていうかもうとにかくゲーム部屋で、うん、はい、結果を残したい一心なんですよ。そうですよね、はい、あとよかったと思ってるのがアンチですね、ここ。あ、おー、来た。めっちゃラッキーやん。来ましたね、来ましたね。ただね、当時は多分今テンションめちゃくちゃ上がってると思うんだけど、ね、あー、そうか、得意武器で。僕どちらかというと、あんまり好きじゃないんですよ、うん、なるほど。
これ一発100出るんだもんだって。前言ったことあると思うんですけど、僕アサルトライフル頑張って、あっちょっと待って、サブマシンガン、おいナイス。今ほんまに焦った。めちゃくちゃ変な顔になってたと思う。いやでもちょっとあの落ち着いて見えましたけどね。そうですね、本当。全然違う戦い方も。今でも危なかったよ、正直。正直危なかった、うん、なと思って、ちょっと怪しかったな。ちょっと怪しかった、うん、ごめんな、かっこいいパパの姿を見せるからな、今日は。うん、少々待ちよ。あ、もう中学生。あのさ、トンボさん、うん、あと安武さん、はい、あのね、うん、パパがね、この前ね、当時が見てる時に、パパがやってる時に落下ダメージでやられて100位だった。え？ちょっとそういうの言わないでおこうよ。めちゃくちゃ面白いじゃん。めちゃくちゃダセーじゃん。当時？うん？恥ずかしいよ。え、だってそれで初めて100位のこと見たからさ。見れないもんね、なかなかね。そう、なかなか見れないから、一番当時案外レアだから。めっちゃ止まれへんやん。めっちゃ止まれへんやんって。あ、来てる来てる。あ、ブギーボム。僕はね、使わない派なんだよね。そう、っていうかね、ポーションめちゃ落ちてるやん。ちょ、ええやんね。すごいな。っていうかね、正直、うん、そっちよりも僕得意武器がまだ1個持ってないです。なるほど。アサルトライフルが欲しいんで。 そうですね、僕アサルトが好きなんで。あとコンバットショットガンはね、あんまり落ちてないんですよね。うん、結構荒らされてるね。うん、すごいいっぱい。うん、運悪いな今回ね。なるほど、ちょっとあんまり良くないね。うん、あ、来てる。 あった。あ、スコープね。バーストじゃない、スコープはサルト付き。武器を早く、武器を手に入れないと、うん、ちょっとね、万全な環境でちょっと戦ってほしいですけどね。そうね、ちょっと一回離れようかな。あ、ミスティ離れますか。今この中にいたね。いや、もう来てる。あ、バレてた。バレてる。バレてない。もう今日ビクロ目指すから、変に突はしないから。うん、かといってイモリもしません。なるほど、はい、イモリっていうのはイモリミユキさんじゃないですよ。もう分かってるわ。トンボいつもありがとうな。今のトンボのツッコミがなかったら、はい、死ぬほど滑ってた。でイモリさんに謝らなきゃいけないし、で突っ込んだとで滑ってたし。誰イモリミユキさん。広げるね、当時は。でも当時うん、さ、うん、ヒルナンデスさんとか見てるじゃん。あ、そうやん。イモリミユキさん出てるでしょ。そうよ、イモリさん。イモリさん、うん、どんな人？今明るい、面白い女性だよ。へえ。うん、青に合わせたらめっちゃ削れるもんね。うまや。ちょっとね、僕最近ね、まあ、当時にもよく言われたんだけど、はい、カスタマイズするのがハマってて、はいはいはい、ちょっと今回ね、武器に恵まれてないんで、でもせっかく紫ショットガンじゃないや、ポンプショットガン持ってるから、うん、ちょっと紫を金にするわ。あ、おお、なるほど、資材集めて。でもそのためには200いるんだよね。そうそうそう、それをね、今から貯める。これチャーブ、これも使わない、これは。いい、うん、パパはね、これでいいの。なんで鼻で笑うの？当時？いや、ちょっと言わないでおく。父の威厳。出た父の威厳。父の威厳よろしく。まあ一応言っとくと、うん、言っといて。ポンプだけだと、パパ、ポンプってさ、うん、一発が重い代わりにリロード速度が遅いから、サブマシンガンと使った方が強いから、うん、そっちの方がいいんじゃないかなって当時は思いました。なるほど。パパね、サブマシンガンがあんまり好きじゃないよね。これ見てて。これもういける？これいけるよ、筋肉。いいの、これ資材大丈夫？大丈夫、任しといて。ね、敵を倒して資材を奪い取るっていう方法もあるから、うん、アップグレード。そう、でもね、アサルトライフルは欲しい、本当に欲しい。はい、気になった。はい、ありがとうございます、お疲れ様です。カラレル110出て、必勝も220出ます。何を言ってるか分かりません。どこ行こうかな。これおそらくレイジーらへんが、レイジーってのは街ですね。うん、でもうまく敵と合ってないね。うん、全然合ってない。ラッキー。だ、早めに倒してね、強い武器が欲しい、もしくは物資落ちてくるのを待つ。うん、そんな感じでございますけどもね。30切りましたね。切りましたね、はい。さあどうなる。でも結局これやり込んでいくとね、もうこうなってくるとね、うん、もう本当にラスト5人からの戦いになって、なるほど、ベスト5は結構いくのよ。うん、ただね、この状況厳しい、正直。うん、よう僕がやってると、
この状況だと遠目の敵でアサルトが僕得意だから倒せるんだけど、うん、これ今の状況で僕近距離じゃないと倒せないのね。なるほど、接近戦になるんですね。右の家行ったら OK。 こうやってね、いつも家でね指示出してくれてね、当時が教えてくれるんだよ。いやこれはね本当にいいですよね、うん、親子でできるっていうのがいいよ。もう最後か、今のチャージだ。チャージか、そうチャージも好きなんだよね。今宝箱の音しなかった？した？うん、どこあったっけ？右の家のとこ。ほんと？うん、落とした？落とした。どこ？あ、下、ほんとだ。上か、下だな。下？うん、下？下、地下？地下。そんなんあんの？そっちじゃない。どっち？あの、こっち、キッチンの方の左。左、こっち、マジ遠い。すっごいな、当時やっぱり。もしなかったらごめん。もしなかったら笑うよ。これであったらかっこいい、当時。当時？当時？上だわ。当時？ただの床じゃねえかよ。ただの床だったね。あ、今の宝だね。うん、違う。え、嘘やん、今の宝。ほら、まだ落としてんじゃん。してる、まだ。ほんとだ。その上の左じゃない。こっちか？そっちじゃない。どっち？こっちか。そっち。くぅ、やりますね。やっぱりじゃないんだよな。来たらやばいで、今テンパるから感じ。あ、ここだ。さあ、いいのがあるか。頼む、アサルト。ノー、アサルト。まあでも一応白アサルト拾ったらさっきあったじゃん。どこあったっけ。あった、うん、これか、ほんとだ。ちょっと落ち着きます。医療キットだな、うん、そうだな。よし、緊張し、ん、足音するね。来てる。これはパパなんしよう。あれ緊張してますね、どうやら。ちょっとほんまに緊張してる。パパ、アンチの方向かって…あ、違う、あの…アンチ街の方向かってるから。あ、おった、いる。違う、かった。パパなんしようと。ちょっと今影見えたんだけどね。違うか、この辺からちょっと黙ったごめんなさい、音聞きたいんで、うん、これ本当このゲーム音も重要ですよね。本当そうなんですよ。あと車ね、車腹立つんですよ。車に轢かれたりする時ですか。そう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 、うん、アイアンマンのところのさ、いや弱いな、武器マジで。スポーツカー、武器変えます。お、武器配置、うん、ガソリン無限だからね。あ、そうなんだ。うん、その手のとこ行ったらジャンプできるよ、めっちゃ。そうなんだよね。うん、ちょっとパパはね、資材貯めたらやばいじゃん。確かにちょっと資材ないね、うん、ありがとう、うん、でもこれ資材貯めてる間に横からピョン打たれたらテンパんねん、めっちゃテンパりますよね。でもね、パパほとんど建築しないから。当時パパほとんど当時ったら編集もできない。当時ったらたまにしてるよ。そんなにしてない。自分を守るためぐらいしか使っ…あっ、車だ、言ってるそばから。あ、降りたな。モーターボート降りた。モーターボートか、降りたろ今、うん、待って待って、ダメだ、今降りちゃこっち来るからね。これ本当に冷静に行くから、はい、なんつったってデクロ狙っていくから。そうそうそうですよ。そう、あっちか、そっちは右に逃げた方がいいんじゃないか。うん、大丈夫大丈夫、これでこれで、もう、OK、あいつは無視、あいつは無視。なんか落ちてるね、いっぱい。あ、金落ちてんじゃん。金、え、金なんか落ちてないでしょ。ほら、金向きあんじゃん。どこよ、マジ、マジ、うん、なんだあれ、なんで落ちてんの。え、超ラッキーじゃない。魚だ、魚かーい、魚かーい、魚かい。当時でも金だって。でもこの魚よくわかんない、バカ。サーマルフラッシュは知らない、いらないね。サーマルフィッシュね。なんて言った、サーマルフラッシュ。必殺技みたいな。緑アサルトあったよ、左にと。ほんと、うん、当時は見逃さないね。ほんとだ、ナイス。あれ、取れない、あ、なんか、なんか浮いてる、なんかバグってる、バグってるやん、こんなとこでバグる。あ、だから俺のアサルトでバグる。あった、オッケー、取れる、サンキュー、きた。あとあれ、紫のフィッシュあるよね。うん、これ絶対欲しい。チャグスプードいらない、これでいい。よし、あと10分、ちょっといいですね。ちょっとね、ごめんなさいね、ちょっとあんまりいいとこで言うと今正直見せれてないんですけど、はい、あ、アイアンマンの飯曇ってる。ドーン言うたな、うしょ、うしょ、うしょ、そこ、そこの町のどこかにいるから、気をつけて、気をつけて、やばい、わざわざそこ、やばい、あの、ロックオンされるから、わざわざそこに行かなくてもいい。確かにドーンってさっき音したでしょ。いた、あの、チュイーンのやつ。そう、あのね、あ、アイアンマンのリパルスあれってやられた。うわー、あれもう一撃でやられるよ。ちょっと待って、あー、ちょっと、どうしようかな。
さあラス10取りに行こうかな。資材落ちてたから大丈夫というか、ただねこれ俺なんか今もう嫌になってきた。もうアイアンマンの武器持ってるやつ倒しに行こうかな。いやー本当にそれ倒したら逆に取れるってこと。いやそうですよ、うん、リロードしたしてるし大丈夫。しなかったごめん。ありがとう本当に助かってる。してやるね。大丈夫そっち行ってどっかから出てくるだろうこれ。あ右で今戦ってるから、敵が戦ってやられた時にあのずるいやつな。そう怖いよ。ただ本当に怖いのよ。あいたあの辺だな。怖いな緊張してきた。いた見つけた。これもとつってポンポンの方がいいかな。カシャクいたね。落ちてる。俺も行くわ。マジほらあのアイアンマンの武器落ちてるよ。えやられたのやられたの、うん、えやられてるけどやられてるけどそこにも敵がいるから気をつけて気をつけて。いた取られたか。待って惜しい惜しい惜しい。あもう一丁もう一丁。あーどこ行った。左。死んだ。あれあれあれリンクしてんの。リンクしてるヤスタケのリンクしてんのは面白いですよね。いやちょっと待って。いやまあいやいやいやまあいや惜しい。うんこれさ、うん、今当時さ、うん、先にミシック取った方がよかった。いや、敵がミシック持って行ってたから、うん、あそこで、あの、ポンプ撃って当ててたじゃん。うん、2発目当ててたのはよかったんだけど、あそこでアサルトで撃っとけばよかったんじゃないかなっていう。持ち帰ってよかったんか。そう。その、あのさ、あの、アイアンマンのボーンっていうやつ、あの、赤い線あったじゃん。うん。それを避けながら行かないと、そうだよね。一発でやられるから、あれ、ほぼ。結構、エイム最後、パパ当ててたもんね。当ててたね。あと2、3発で多分敵やられてたと思うから、まあ、悔しいなあ。まあでもこれがリアルやから。ああでもすごい。いやーすいません、なんかもうちょっとあんまりええとこ見せれなかったっすけど、ビクロイ取るまで僕やらしてください。うんこのゲーム部屋でやりましょう、やりましょう。で今回ちょっとね、当時がせっかく来てくれたんで、うん、ちょっと親父のリベンジしてよ。します。ちょっと当時が改めて、はい、ピンで、はい、ビクロイちょっと見せてください。はい、なんか本当にすいませんでした。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。